ハンヌ・ティヒネンは、フィンランド・ケミマー出身の元同国代表の元サッカー選手。ティヒネンは、フィンランド、ノルウェー、イングランド、ベルギー、スイスのクラブでプレーしてきた。ティヒネンは、1997年にベイカウスリーガの HJK ヘルシンキへ移籍する前に、カブリーグのパロセウラケミキングスでキャリアを開始した。HJK では、一度リーグ優勝と、 フィンランドカップ優勝の2冠を達成し、UEFA チャンピオンズリーグ1998から99を経験した。その後、2000年にエリテセリエンのバイキング FK へ移籍した。バイキングで2年半過ごした中、プレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC で短期間レンタルを経験した。ウエストハムでは2000から01シーズンの FA カップで、 マンチェスターユナイテッド FC に1から0と、大金星を挙げた試合でプレーしていた。2002年にジュピラーリーグの名門 RSC、アンデルレヒトへ移籍した。ベルギーでは4年過ごし、二度リーグ優勝をした。チームとの契約が満了した2006年夏に、FC チューリヒと3年契約を結んだ。ティヒネンは、そこでキャプテンを務め2006から07、2008から09、 シーズンと二ドリーグ優勝をした。2009年9月30日に UEFA チャンピオンズリーグ2009から10のグループリーグ C の AC ミラン戦で試合開始10分にミランがッチの CEK からヒールでゴールを決めた。これが決勝ゴールとなりチームは大金星を挙げた。2010年5月7日にティヒネンは主に頭部負傷の理由から2009から10。 シーズン終了後に引退することを発表した。2010年5月16日にヌーシャテルザマックスとアウェーで3から3で引き分けた試合が最後になった。引退後は助監督としてチームに残ることとなった。クラブレベルで数々のタイトルを獲得してきたこと、代表レベルでは76キャップを記録し、UEFA 欧州選手権予選と、 フィファワールドカップ予選を戦ってきたことが称えられて2011年1月11日に特別賞が授与された。2012年2月9日には選手協会の新会長になった。2012年にフィンランドサッカー協会の会長を務めていたサウリ・ニーニストが同国の大統領に就任しポストが空いたため35歳になったティヒネンは2012年4月13日に フィンランドサッカー協会の会長選に立候補をすることを表明した。1999年6月5日のトルコ代表選でフィンランド代表デビューをし、その試合でゴールを決めた。2000年代のほとんどをサミヒーピアと CB のコンビを組んでいた。代表での得点、ティヒネンはキャリアの間に何度も頭を負傷した。そのせいで最後のシーズンはヘルメットを着用してプレーした。 ティキャニオ・シンクスマン・ユートド、ミラン、ティ・ヒネムの一発に、まさかの黒星、ハンヌ・チヒネン・ハイベイストリー・ビヘリート、ハンヌ・チヒネン・ラッペタ・ビール・ロンザ、セルティ・ジョート・パート・イシーン、ハンヌ・タイゼル・エリコイス・パルキント、ハンヌ・ティ・ヒセスタ・ジャルコ・パラン・ペライ・ホディ・スタイクソン・ウーシ、プヘーン・ジョータジャ、ハンヌ・チヒネン・ムカーン・パラリートン・プヘーン・ジョータジャ・キサーン、ハンヌ・チヒネン・パヤギ・パラリートン・ジョートン、 ありがとうございます。